高等法学研究所は、ロンドン大学のロンドン大学生態研究所を構成する研究所の一つである。1947年に設立され、ロンドン大学に付属する国立の学術、研究機関として計画され、資金の供給を受けており、そのプログラム、施設及び国立の法学研究図書館という役割を通して、大学の対する役割を果たしている。IALSの目的及び範囲は、一般的に次のこととされている、イギリスと英連邦王国のための法学研究の中心となること。創設の当初より、その最も重要な使命は、イギリスの法学分野の研究における国立の総合センターになることであった。学術的な調査と研究のほか、IALSはセミナーや講演会を開催し、それらの多くは一般にも公開されている。1976年以来、研究所の本拠地は、ブルームズベリーの中心部に位置する、ラッセルスクエア17番地のチャールズ・クロアハウスにある。IALSは、アトキン卿が1932年に出した勧奨に、応えるものとして1947年に、設立された。その勧奨とは、イギリスは学術的な調査のための本部となり、一般的な意味としての法に関する知識の向上を促進させるための機構を必要とするというものであった。1948年6月11日、同研究所は大法官であるウィリアム・ジャウィットによって、ロンドン大学研究所の一つとして正式に開設された。初代所長は、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスのイギリス法で著名な教授であり、長年ロンドン大学の副学長であったデイビッド・ヒューズ・パリー教授だった。図書館長である K ・ハワード・ドレイクは、同研究所の事務局長も務めた。現在のIALSの所在地。チャールズ・クロアハウス、ラッセルスクエア17番地、ロンドン創設時、IALSはラッセルスクエア25番地に設置され、建物の全フロアを占有し、グランドフロアと1階は図書館として用意され、2階と3階には事務室あるいは研究室やセミナー室に改造された部屋を有していた。初年度は図書館に1万1000冊の書籍が備えられたが、大部分はチャールズ・フーバー・リッヒ博士によって寄贈されたものであった。内線電話システムが全室に配備されるとともに、フロア間で書籍を移動するために、手動式の書籍エレベーターを備えていた。1949年までにはそのスペースを使い果たしたため、IALSはラッセルスクエア26番地の地下とグランドフロアに拡張する許可を得た。そして1976年にIALSはラッセルスクエア17番地に移動した。そこは新たに建造されたデニス・ラズダン卿により設計されたチャールズ・クロアハウスの一部である。1976年4月1日の正式オープンの際、ロンドン大学学長であったエリザベス皇太后は長居しすぎたために、皇太后のために細かく予定されたその日のスケジュールは放棄せざるを得なくなったと言われている。1994年にIALSはロンドン大学先端研究所を構成する研究所の一つとなった。現在、研究所は5年間の建物改装の工程のプロセスにある。2012年9月には、第1フェーズでは、グランドフロアにより大きなカフェを設置するとともに、グランドフロアの講義用施設を改善した。IALS図書館には、30万以上の法律テキスト、報告書と立法資料の蔵書を保有しており、3000以上の最新の逐次刊行物がこれに追加される。この蔵書は研究所の王冠の宝石と表現されており、IALSはイギリスで発行された法律テキストの納本図書館でもある。図書館はチャールズ・クロアハウスの5フロアを使用しており、4階に図書館入り口がある。IALS図書館のカタログは関連組織であるロンドン大学先端研究所とロンドン大学本部図書館とシェアするカタログの一部を構成している。カタログはロンドン大学本部図書館によって管理されており、オンラインで自由に利用できる。IALS図書館の蔵書はすべて法学研究関係の文献である。世界の主要な比較法をテーマとする研究図書館の一つであり、イギリス以外では入手できない重要な文献を備えている。蔵書が対象としている法域としては、北アメリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパとコモンウェルスを含む諸国である。アイルズ図書館は国際広報において特に充実した蔵書を保有している。米国連邦の一次、二次資料及びカリフォルニア州、ニューヨーク州、ペンシルベニア州、テキサス州とルイジアナ州に焦点を当てた州の一次資料に関する大規模なコレクションを保有している。1990年代後期からアイルズはウェブサイトを経由して検索できる多数のデータベースを提供する共同あるいは独立したデジタルプロジェクトに参加している。これらにはフラッグ、FIT や当初はJISCが資金提供したイントゥートルを基礎として設立されたイーグルアイ、法プロジェクトが含まれている。アイルズの図書館は法学研究を対象とした振興プログラムやプロジェクトに関して他の図書館や団体と提携している。同図書館はウェブベースの構想に関して多くの場合にその主要な開発者として印刷資料とデジタル資料を収集する。大英図書館及びベイリーと現在進めている共同作業では法学研究におけるウェブ活用の向上を推進している。アイルズはベイリーを運営し、イギリスとアイルランドの一時的な法律資料の全文に無料アクセスを提供するその役割をサポートしている。大英図書館との協定は、両図書館が現在保有している外国の法律文献を関連づけて、外国の官報に関する一つの国内コレクションを形作るための情報を照合する上で協力している。最近、アイルズ図書館は、LLCM デジタルの創設時のメンバーとなった。LLCM デジタルは、米国に基礎を置く図書館のコンソーシアムであり、検索可能なオンラインデータベースを通した普及のために法律資料を保存することを専門的に行っている。アイルズは、国立の法学研究センターとしての役割と関連して、学術スタッフと学生によって研究が積極的に進められている。アイルズの研究センターは外部資金による事業や研究を通して法学分野の研究に貢献しており、目立つものとしてはサー・ウィリアム・ダールセンターとウルフ・チェア・オブ・リーガル・エデュケーションがある。アイルズにより実施された特に影響力のある研究分野としては HIV 及びエイズに関する人権、国際財政規則、国際及びヨーロッパにおける学際的な租税に関する法と観光の分野がある。ロンドン大学先端研究所と提携して、アイルズは法学研究の多数のフェローを国内外の法学者及び放送実務家に提供している。フェローは滞在期間中、専門分野における講義を行うことを推奨されている。2004年からアイルズは PhD とマファル学位以外の大学院学位を提供するようになった。現在、アイルズは3つの学位プログラムを提供している LLM、LLM、MA である。租税プログラムでは学生に対して租税法のポストグラジュエットディプロマまたはポストグラジュエットサーティフィケートで学ぶためのプログラムも提供している。アイルズには40名以上の PhD またはマファルの学生が学んでおり、これに加えてLLM 及び MA の課程に在籍する大学院生もいる。夏学期には短期コースが利用できる。これらにはサー・ウィリアム・ダールセンターによる法案基礎コースと国際商事仲裁サーティフィケートコースが含まれる。アイルズには一つの主要な講堂のほか多数の小規模な講義室とゼミ室がある。毎年アイルズは学者と放送実務家のためのワークショップや講義を実施している。アイルズが主催する毎年行われる2つの会議として、WG ハートワークショップとハムリン講義シリーズがある。ありがとうございます。